こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。温泉娘湯の花コレクションやっていきたいと思います。なんか巡業イベントがあるみたいですね。なんだろう、コンピラですね。なんだろうこれ。なるほどね。ようやくボイスが入った。復刻十五夜に潜む謎のウサギ入刀。のあれですね、が登場するイベントみたいです。さあ、このイベントですね、やっていきたいなと思います。まず私をクリアしてアイテムゲットじゃ。私をクリアすることでいろいろアイテムがもらえるということで、ランキングもあるですね。ランキングが高ければ、ああなるほど、まあ高くなくてもガチャチケットがもらえたり、高くなれば高くなるほど小槌が多くなったりですね、いろいろいいことがあります。まず1日1回無料ガチャやってみましょう。さて温泉、ガチャ引けますね。引いてみましょう。ちなみに、じゃあ提供割合は、コンピラーが高い。で、まあ、あとは似たようなもんっていう感じですね。他に何やってるか、普通の温泉レアガチャ、ゆともガチャ、あだあらピックアップガチャっていうのもやってますね。二十何日まで。提供割合は、花巻の噴出率が上昇するということで、全編ガチャですね。こちらはコンピラは SSR ないんだよな。やってみましょう。お、結構すごいぞこれ。いきなりか SR 以上。僕は花巻スイカ。風を頼ってたらこうして君に会えたよ。おー、イベントの、いい予感だ。よろしくね。イベントは SR の花巻が風かスイカがいきなり出てきましたよ。星さんか、星さんじゃないレアか。三階温泉、いわきアロハか。北の温泉が多いよな。おコンピラでもレアなんだよな。おっ
と、これはすごいことになる。 SR は確定ですね。もう一回花巻2回目、これも SR でいきます。3回目花巻結構強烈ですね。重なります。これも SR 以上確定。さあ何が来る。おっと誰だ、飯坂だ。飯坂は初登場ですね。これも SR 以上だ。いやなかなか豊作ですね。花巻4回目、花巻4回も出ちゃってますよ。また SR 以上、いや SSR 行くかも。あ行かないか。これ5回出てるんやから転覚しそう。御様転覚、転覚はしないのか。転覚のメリットがよくわからないですが、まあとにかくこの花巻強いです。大量ゲットですね。5回もゲットするとは今までなかったよな。俺の髄まで遊び尽くすべきじゃな。開催終了です。これまで争奪ライブやってたんですが、結果的に55位でした。55位やったらな、何がもらえるのか。なるほど、お土産が営業名刺。ちなみに10位以内で温泉宿権利書が何らかのクラスでもらえます。温泉宿権利書は残念ながらもらえませんでした。また次を頑張るしかないですね。ほら準備できたわよ、私が輝く。さあ彼女を動かさないといけません。完勝ですね。絶好調です。もう一曲いっちゃいますか。さあバーデンが娘のイベント開放です。会話イベントが出ます。同等ですね。どんどん東へ移動していきます。私は役に立てたでしょうか。温泉娘湯の花コレクション、やっほー。みんなか受け取れるアイテムがあるようじゃぞ。調子悪いですね通信の。温泉娘湯の花コレクション、
ってるわよ。新作アクセかな。ほら早く開けてと言ってます。最初の回戦だけは負けた。目立たなくても見てくれてる人がいるから。さあそして新たに手に入れたのが花巻ちゃんですよ。ほら聞いてごらん、風がささやいているよ。いいですね。お主よーく見てるのじゃぞ。ちょっとあんまりお金がないんで、特にレベルアップするだけです。とどまります。連れてきたのじゃな。素晴らしい。超成功になった。おっと上限いたした。ならば特訓するしかない。もう特訓じゃ。立派に覚醒したのじゃ。このダンスはなかなか難しいね。本当にウサギのような俊敏さと体力を身につけないといけなさそうだ。ウサギですね。連れてきたのじゃな。ご苦労さん。またた。お知らせが来てるわよ。受け取れるアイテムがあるよ。私をクリアしてアイテムゲット。33個もプレゼントがあります。何がもらえるのか。お金が結構もらえてますね。お金はあればあるほど嬉しいです。イベント開催中よ。私が輝く時が来たわね。さあ巡業イベントに戻りましょう。お、イベントストーリー、新たなストーリー来てるみたいです。には行きましょう。さあウサギの耳をつけてます。何言ってるかわからないですよね。入刀が。さあこれでさらに巡業でポイントを貯めて新たなストーリーを解放していきたいと思います。どうしたの？ちょっと調子が。完了です。完全に燃え尽きてです。
さあ移動です。今がゴーゴー。さあ黒川ですね。今回イベントアダーラに関係してます。その浮ついた気持ちが命取りと言われてます。さあいきなり入刀登場ですね。相手はさ、三将が肝心、勝ちましたね。小平と草津マジカラがみなぎってきた。草津を勝ちか。一気に押し戻されました。レプト銀山、いつまで持つのかな。これは強い、別府が強い。だからそんなに戻せなかった。大使とアニマ自然体の私で勝負だ。おお、スキルをたくさん手に入れてます。勝ちましたね。さあ押し戻します。来たです、バーデンのソロパート。お、いいですね。スキルを3個も。おお、すごい決まりました。勝ててよかった。受け取れるアイテム、私をクリアしてアイテムゲット。さ、ゆともガチャ3回引けますね。10回を。温泉娘、湯の花コレクション。イベント開催中よ。私が輝く時が来たわね。お、御霊天格、天格多いな。で、あとですね、アダーラのガチャも引けますんで、もらったチケットでガチャを引いていきましょう。さあどうだろう、星さんか月岡。星さんですね。これも嬉しいの立夏。天格か。プレゼントが。おっと、勇者さん、ストーリーをクリアしていきます。プレゼントが来てるわよ。新作アクセかな。ほら
白い月岡久留米コスメとかに興味のある人です。まあ勝てるとは思いますけどね。このバーデンが相手してやるで。勝ちましたね。少ない子様、ご満足いただけたかしら。ほら、準備できたわよ。私が輝く場所は。順調に勝っていきます。やったね、大勝利。巡業じゃな、わしも勇者を見習い頑張るのじゃ。最後に彼女ファンの近くに名所があるみたいです。すみません、疲れのところなのに。近くに名所があるみたい。近かな。勇者さんが頑張ったんだもん。ようじゃぞ。お達しをクリアしてアイテムゲットじゃ。プレゼントが来てるわよ。新作アクセ。さあ、またいろいろもらえるみたいですね。クイズに。お知らせが来てるわよ。私へのファンレターかしら。巡業イベントどうなってんでしょうね。見てみましょう。報酬リストもほとんどもう遊び始めたばっかりなのに。結構いいとこまで行ってますね。このように結構美味しいとこの多いイベントですので、ぜひ遊んでみてください。交換所もありますね。交換アイテムが多いといろいろもらえるみたいです。
今406ポイントなのでまだ500ポイントはいかないですね。もうちょっとで、ね、バーデンが巡業待ちきれねえです。早くバーデンの音楽を届けたいです。ゴーゴー、ものだもん、バーデンに突っ。なんかすごいね、山城なんだ。格の違いを見せてあげるわ。そんなこと言っていますが、さて素材を生かすのよ。いきなりからいきなりから強い。ここでは透明はさせなかったが、こちらもー決めました。まさか勝てると思わなかったな。スリーピースバーの天使のスリーピース。巡業、バーデンの出番ですね。なぜそう思った？イベント開催中よ。私が。さあ、あっという間に引いたばっかり、10連ガチャ引いたばっかりなのに、私へのファンレターかしら。109まで行きました。これは期待できそうな感じです。お金も結構貯まりましたね。ほとんど一文なしだったのが。こういうわけなんで、イベント、どんどん、小さいアイテムもらえますので、強化のためにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ぜひぜひお気に入りましたらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。